はい、本日イルママに松浦さんと撮らせていただきました。ファンサービス、ありがとうございます。神対応で有名なイルママに、ありがとうございます。いや、今日もうキーホルダーもらえるということでね、これこちらいただきましたんで、毎日これから作ります。本日あの札幌記念だと思うんですけども、はい、あのどうですか、意気込みは。意気込みは意気込みしかないんで。意気込みは、はい。お、もう買ってる。ですか。もちろんもちろん。あのこれ思いっきり握りしめてもらって、パワーください。リオディに食べさせます。リオディパワー。いただきます。行きますか。じゃあその動画アップするの楽しみ待ってますんで、はい、すいません。本日ありがとうございます。前祝い、前祝い、乾杯。いいの撮ってもらって、それだけでいい。スタートしました。まず外枠勢が外地へと寄せていきます。18番パワトケビー、16番トレブランシュ、中では12番クールベイビー、10番イルルー、19番ルクスパラディも前に行って、8番ラクサファーナ、その後ろのグループ内は7番のマルモリディライト、外16番トレブランシュ、15番デフィデリ、内は6番の王光順が続いています。18番パワポケビー、その後のグループに11番ミツカネムーン、2番のネイルンの1番ローズブルームなど続いて、レースは後半戦残り 500m 地点を過ぎています。外八に寄せた12番のクールベイビーがわずかに先頭、2番手から16番トレブランシュ、さらには追って9番のルクスパラディ、3頭広がってくる。18番パワポケビーが外4番手、5番手は15番のデフィデリ、あと追い上げてくる17番ベリーベリーベリー、残り200は切っている。先頭外八と12番のクールベイビー先頭で、内から合わせる16番トレブランシュと9番のルクスパラディ、3頭が広がった。ルクスパラディ、トレブランシュ、クールベイビー3頭広がってゴール、わずかに16番トレブランシュ、この焦り合いを制したか。46.2 から48、4600円、4800円ぐらい、おー、4000円。の2番手、1馬身差11番のリチャードバローズ、進路をスムーズに外に持ち出して前の2頭を見て、3番手この外に14番テラステラ、4コーナーから直線コースに向かいます。前は9番メイショーピー、3馬身ほど、2番手13番東進カーリン、3番手の一角から11番リチャードバローズを追っていく、空いた内に3番東方フランコ潜り込んで、下からは14番のテラステラ、10番テラメリタも差を詰めている、空いたからは7番のアクーテスです。先頭は粘る9番のメイショーピース、外から11番のリチャードバローズ、投手カーリン、さらには7番のアクーテスが追ってくる、内外離れた追い絡みになりそうだ、外から7番アクーテス、最後は人伸びゴール、外7番アクーテス、最後前に出たようです。西塚コーチ、内は9番のメイショーピース、最後の最後まで粘っていました。前半600は33秒2でいきました。4コーナー一気に前が広がりました。7番のグランツベリーは逃げていますが、接近していく6番のパルプフィクション、そして9番のエリカカリーナ、さらに16番カピリナ広がって、しかもスティングはこの後ろ外に持ち出して直線コースへと向かってきます。わずかに9番エリカカリーナ抜け出しを図って、体半分リード200を切りましたが、外から16番のカピリナ追い込んで、外は1番シカゴスティング、バグをさばくように8番のヒラボクミニー、さらに外からは12番ツインクルトーズ、スミレファースト追い込んでるが抜け出た、シカゴスティング、シカゴスティングゴールイン。
シカゴスティング、わずかに追い比べ制しました。スタートしました。6番スズハロームロケットスタート、体半分前に出ました。勢いをつけているその内から5番グランテスト、赤い星2つ並びましたがグランテスト前に出ました。外から18番アネモハナも積極策、11番グレイトゲイナー、14番レッドヒルシューズも後位へ、さらに15番メイショートラフネ、この一角にスズハロームとなって内から1番ドロップオブライスマート、2番北のエクスプレス中段インコース、8番サウンドビバーチ並ぶ、16番アグリ、その後に7番のジャスティンスカイ、外からは9番ブーツハロス3コーナーもあります。あとは13番湘南博楽、4番スコーリー、2番と12番カンチェンジュンが並んで、あとは10番ヤクシマ、外から17番カリボール、最高峰3番バースライ、 600m は33秒6で入っています。4コーナーにかかります。前は5番のグランテスト、リード1馬身ほど4コーナーから直線コース、2番手の位置にグレイトゲイナー、2頭の間を割ろうとドロップオブライト、さらにはレッドヒルシューズとアネゴハダ、外から15番のメイショーサーフェ、勢いついた差を詰めていく、さばきながら北のエクスプレスも前との差を詰めている。先頭は5番のグランテスト、リードは1馬身ほど、体半分になった、ドロップオブライト並んでくる、間の狭いところを割ってこれない、2番の北のエクスプレス前が詰まった、間から6番スズハローム、外から追ってくるのは15番のメイショーサーフェ、間から抜けた1番のドロップオブライト、ドロップオブライトか降臨、最後6番スズハローム給水、しかし1番ドロップオブライトしのいでいます。全然ダメだったじゃん。うわー、いや、三浦秀明最強だな。札幌記念スタートしました。若干プログノーシスは後ろからスタンド前に出てきます。まず真ん中から押して8番のアウスバールが今日も先手を取りに行くか、前に出ます。外の2番手に12番ノースブリッジ、3番手インコース2番のジオグリフ、接近していった5番のチャックネイト、外から7番フォーオーアマゾン、これらの後ろに4番シャフリアール、先段の後ろスタンド前から1コーナー、2馬身がいて9番のステラベローチェ、3馬身差10番のモズゴールドバレルが続いていって、うちにトップナイフ、後方2頭ドゥラエレーデとプログノーシスとなりました。残り1400を切って2コーナー、今日も行きました8番アウスワール、後続を3馬身離して逃げていきます。2コーナー2番手に12番のノースブリッジです。3番手は集団になっていて7番後方アマゾン、内に2番のジオグリフ、間4番シャフリアール、3番手集団3頭で向こう正面に出ます。1馬身半差中段からは5番のチャックネイト、この内に入った9番ステラベローチェ、2馬身相手6番トップナイフ、外は10番モズゴールドバレル、並んでいっています。 1000m は1分0秒ごと計測されました。1馬身半差後ろから2頭目が1番ヌラエレーレ、11番プログノーシス、1馬身差で最後方を進んでいます。800は競り切って3コーナーカーブです。8番アウスバールが依然逃げています。リード3馬身から4馬身、3機2番手12番ノースブリッジ、3、4コーナー中間600を切りました。その後ろ後方アマゾン、内は2番ジオグリフ、外目に5番チャックレイト、3番手集団中段インコースにステラベローチェ、この外からシャフリアール、そしてモズゴールドバレルがその後ろトップナイフ、徐々に外から動いていく、後方寄りから11番プログノーシス進出を開始、4コーナーから直線に向かってくる、直線入り口先頭に立って12番ノースブリッジ、リードを1馬身2馬身取りました。やや外に切り返して2番ジオグリフが追ってくる、200を切りました、内はのバルアウスバール、その後ろステラベローチェ、大外からシャフリアール、プログノーシス追い込んでくるが先頭12番ノースブリッジ、リード2馬身3馬身ノースブリッジ先頭コール、2番手は2番ジオグリフ、3番手接戦、最後内をさばいて追い込んだ9番ステラベローチェ、外は11番のプログノーシス、これらは3着争いです。ちょっと待ってよ、来ましたステラベローチェ。いや、あれはちょっとさ、すごい誕生日様すごいね、誕生日様すごいね。ここまでだってさ、毎週毎週さ、すっげえ嫌な顔してたのに、いやいやいや、そのプログノーシスとなる、いや、飛ぶと思わんよ、飛んでもいいようにまたマルチやってんだけど、飛びすぎてノーマルチ怖いです。